さあ時刻は4時を回りました9月7日木曜日のアジクーターラジオアジラジの時間です木曜日この時間お相手は DJ モーリーとやらあゆみです さあ今週に入って初のアシスタントの登場なのでちょっとこう僕は今日あの4名できるかなと思ってますね <laughs> 今日もなんですねそうなんですよサボさんが今週初のアシスタントで言って書いてくださってますがもうね1週間ぶり、はい、1週間ぶりそうなんですよねいろいろありましたけれども、はい、えっと9本ありましたけどどうでしたかもう9本ね あのウークイの時がやっぱり一番ドットね、うん、<laughs> もう1日5軒回ったんで、あー、なるほど、なるほど、東村から沖縄、えー、沖縄市からまたうるま市から、東村、また遠いな、そう、片道2時間以上かけて、往復4時間以上、お<う>はいお<う>行ったりでもう、ちょっとドットね、体力を奪われたんですが、でもね、<う>いろんなこの人たち、あえて久しぶりに、うんうん、またこの健康祈願とかもね、 あのご先祖様にできてよかったなと思って。なるほど。まあ改めて旧本ってやはり大切だなと思いますよね。あやっぱりこういろんな人と、または久しぶりに会う人なんかもいたんじゃないですか?うんそう。本当ですね。うもう東村の親戚とかは久しぶりにもあったので。東村に親戚がいるんですね。<laughs> そうそういるんです。実は。<ー>はい、まあでもその東村の帰りで、また中部にやってきて、うん、ウークに参加してみたいな。そうなんです。わはい、もうトータル五件ですから。五件ね。ね <laughs> 一日でね。ちょっと。 なかなかでしたけれども、その時っていうのもお手伝いなんかよくするんですか？うん、お手伝いです。なかなか,なんかあの向かい入れるっていうよりは行く方なので。うん あ、やらさまが来たって言って持ってなさる感じだ。いやいや、様々とかではないんですけれども。あ、そうじゃないですね。できるだけお手伝いしたいなと思ってるんですが、なんかちょっとね、どうやっていいのかなっていう感じありますよね。まあでもこの球壇の間っていうのね、やっぱこ女性のまあ役割だったり、男性の役割でね、それぞれ忙しさはありますけれども、マッにも格にもお疲れ様でございました。本当皆さんね、準備された方々とか本当にお疲れ様でした。さあ、お疲れ様。準備といえばですね、今日九月 七日ということで、はい、沖縄市民平和の日なんですよね, <laughs> ね。これもまた大切な日ですね、今日ね。で、こう、今日は沖縄市の体育館の方で、ギネスに挑戦ということで。うん、ええー、折り鶴を。三十五万羽なのかな、はいえー、約九点七キロの。うん、その。折り鶴をみんなで追って、はい、ギネスに挑戦というものに、ここ、えー、ト、トライしていたみたいなんですけれども、はい、先ほど、うん、情報入ってきまして、はい、ギネス。 認定、足す。ということで、はい、これはもうおめでたいですね。うんうん まだあの、インターネットでね、はいえー、なんかこう、ドドーンと出てるわけではないんですけれども、うん、あの、今回のその MC をやっていた、モ、はい、バイルプリンスの、はい、おツイッターを先ほど見させていただきましたけれども、うん、まあ無事、えー、そのギネス認定の瞬間に立ち会えたということらしいですね。本当ですか。はい。あのね、ツイキャスの方でも、きなこさんが、折り鶴プロジェクトギネス達成、9 7 7 5点 三三キロメートルって書いてますけれども。あ、はあ、なるほど。まあ、広島を抜いてっていうことですけれどもね。はあ いやなんか今日のお昼のニュースもにぎわってましたよ、それでやってたんですが、もう一つ一つこのプレジェクトに携わっている沖縄市役所の方々とかは、<う>本当に緊迫したムードで、体育館びっしりと折り鶴がもう本当にずっとずっと連なっておりまして、<う>一個一個、一枚一枚確認してましたよ、なんかつなぎ目とか <laughs> <laughs> いや。これ本当にもう、うん 先の長い話ですよね。いったらね。本当ですよ。地道な地道な作業でね。うん、いやもう達成と一言で言ってもこれまでのやっぱり準備とかいろいろこのね、うん、あの達成するまでの間がやはり大変だったんじゃないかなと思うんですけど。大変だな。あの一話一一話一話で当たってる？一話はい。一話一話を、はい、折るのも大変じゃないですか。でそれをこうつなぎ合わせるとか。 数えるっていうののもまたでですよ、ね、本当ですよよね本当あれだけの長くて太い折り鶴のこの束は初めて見ましたけどもね。なんかあの体育館の中でねその行われていたということですけれども本当にもう24時間テレビの,あのドミノ倒しみたいな。 あ、あいう空間が生まれてたみたいですね。本当にそうでしたね。<ー>映像を見る限り緊迫してましたね。いやー、まあまその辺の話もね、えー、また情報入り次第、はい、改めてお伝えできたらいいなと思います。はい、アジクーターラジオ、木曜日もスタートです。 さあ、ちょっと、小座の上空、小雨落ちてますけれども、皆さんの聞いてるとこどうでしょうか後ほど天気の情報もお伝えしていきます。さあ、今日のオープニングです。結名詞で、君にバンプ さあ今日のオープニングは決めしで君にバンプお送りしましたこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社上進組の提供でお送りします さあ木曜日の「アジクーターラジオ」FM 小座のスタジオから DJ モーリーとやらあゆみがお伝えしてますさあ今日ちょっと遅くなりましたが今週の「やら散歩おお<ー>はいどうぞはいどうぞ <laughs> 丸投げでございますけれどもはい,はいやら散歩で話そうと思ってたのはもう急本のことだったので <laughs> さっき話しちゃったんですけれどもあのそれ以外でそれ以外で何やったかな 忘れっぽいんですよね。あ、忘れっぽい。はい。うん、あ。そう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 。なんか沖縄市内で、なんか。アメリカンキッチンっていうランチの場所に行きまして。あの山内にある。アメリカンキッチン。そう、北中城村にあるローズガーデンの姉妹店ということで。なるほど、なるほど。あの、中高の、の、本当に親友と、二人でランチに行ったんですけども。 アメリカンな感じで、うん、とってもとってもボリューミーで本当良かったですね。何を食べたんですか？私ナポリタンを食べたんですよ。ナポ,リタンナポリタンを頼むことはあんまりないんですが、<う>もうアメリカンな感じにもうどっぷり浸かろうと思って<う>ナポリタンを頼んだんですけど、それが本当に美味しくて、<え>あの昔ながらの懐かしい味であの濃い。 ケチャップの味、あのー、ザ・キッサテみたいな感じそう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 それであのー、このチーズもちょっと上からポロポロってかかっててあとバターもうまいこと絡んでてはいはい、はい、わバターいいよな、はい、胡椒とかも効いてて、うん、しかもソーセージがスパイシーに変えられたんですよ、うん、でまたそのね辛みと相まって、うん、とってもおいしかったですボリューミーで。 でなおかつワンサイドオーダーですごい宣伝みたいになってるんですけど<う>あのオニオンリングとかポテトとかも頼めたりとかできて<ー>それを追加できてなかなかお手頃なお値段だったんですよドリンクもついてね。うそう でオニオンリングにしましたけどもオニオンリング僕ファーストフード以外であんま食べたことないんですけどどうでしたか美味しかったですあのオニオンリングの玉ねぎ中に入ってるのが分厚くてもうサクッと切れ味良くてやっぱオニオンリングとかポテトとかってこのやっぱり衣が大事ですよね衣大事ですね衣厚すぎず脂こくなくサクッと美味しかったですよなるほどねいいですねどこだっけ あの山内にあるね<う>あの桃山通りってあるじゃないですか、あそこの本当に分かりやすいところにあるんですよ、<う>通り沿いにね、コンビニの隣だったんですけれども、うん、いやそこぜひ行ってほしいなと思いました。いいですね、えー、このナポリタンなんかも、本当になかなか食べる機会ないですよね。そう 普段なかなかね食べないんですけれども、うん、もうなんかここぞというかあのナポリタン食べたいなっていう気分になりまして食べて<う>友達はあのジャークチキンプレートみたいなのを食べてたんですけれども<ー>それもまたスパイシーなチキンでね<う>美味しかったんですよねお<ー>、はい、いいですねあのナポリタンとかミートスパゲティとか、うん、カルボナーラとかいろいろありますけど、うんはい、選択肢の中にやっぱりナポリタンとかで選ぶのちょっと僕勇気いるんですね、はい、いつも。 じゃないででででですすすすけけどどミート頼むんもたたままにににはいいいいいねね本当ろいろミートバスタとかカルボナーラとかいろんな種類あったんですけどもナポリタンぜひ頼んでほしいですねおいしかったですおおいやらおすすめやらおすすめはいナポリタンそうアミガキッチ行った後にまた近くのカフェにも移動しましてはしごしたんですけども沖縄市いろんなところいっぱいねおしゃれなところできてますねなるほどね あの僕、本当に今のナポリタンが強烈すぎて、あのー、全然、ホンダに気がつけてなかったんですけど、はい、青の軍団さんから「うん、アメリカンなのにナポリタンってイタリアじやないかい!」ということであまあね厳密に言うとそうなんですけれども <laughs> ああいうところで食べるあのナポリタンって分かりますかねなんか頼みたくな,るんですなったんですよ。トトーストとかもついてくるの トトーストはついてなかったんですけれどもつけてほしかったな、はい、でもピザとかもワンピースから頼めて、うん、それがまたアメリカンサイズだったので、うん、それも一緒に頼んでもよかったかもしれないですねなるほどねー<ー>いやーちょっとお腹すきますね,ね食べなくなります、ね、パスタ系にバターが出てくるだけで、うん、なんともこうおいしそうだなって思っちゃいますねいや本当においしかったんですよ、うん、この麺の辛み具合ケチャップと濃すぎず すごいな今、目の前にそ,そのものがあるかのように話してますね本当にあのボリュームもいい感じであの美味しかったんですけれども、はい、いやその後に行ったあのカフェもおしゃれなところできてますね、沖縄失敗。うん、もうぜひぜひね、ああいう、はい、やっぱり地元を散策するのっていいなと思います。さ、うん、さっき店頭さんが、はい あのー、FM こざって地元の情報を流さないよね的なコメントがあったんですけど、うんはい、その後のあなたのしゃべりがめっちゃ沖縄市の情報だったんで、はい、パスではないですよねねこれは、ね、いやこれちょっとあのそれを組んだんですけども。<laughs> <laughs> 急にね、<laughs> 急に沖縄市の情報を。<laughs> そうそう、あの本当にあの地元をやっぱり、いろんないろな、あの車の中で通り過ぎると、わかんないじゃないですか。確かにね、もう歩いて、道をちゃんと歩いてみると、うん、あ、ここにもこういうカフェできてたんだとか。うん、あの新しいお店とか、いろんな発見があるので、ぜひぜひね、あの地元からまず。あの歩いていかないとなって思いましたね、改めて。なるほどですね、もううまいですね、うん、もうね、本当にもう <laughs> なんですか、それ <laughs>。さあ、今日の番組のテーマですけれども。はい まるはまるが大事。こちらでやっていきたいと思いまます。まる <laughs> しかほぼ言ってないですけれども。まるはまるが大事。なぜこのテーマなんですかえ、これですかまあ、例えばこう芸能人は歯が命とか。ああ、なるほど。で、またこのご飯屋さんにしても、うん、その、えー、清潔感が大事とか。うん、で、またオニオンディングにしても衣が大事とかあるじゃないですか。 でそういった感じであなたが大事だなと思ってる「まるはまるが大事」というフレーズをねるの中に当てはめていってほしい,なと思いますじゃあいろいろありますねいろいろ出てきますよもう今言ったようにもう食べ物もこれが大事っていうのあったりしますからね今日の番組のテーマ「まるはまるが大事」でメッセージをお待ちしてます さあ今日は少々遅くなりましたがこのコーナー行きましょうメッセージの時間ですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしますさあ今日の沖縄タイムス社会面の中から地域の朝告げ25年小倉っ子の良い子の皆さんおはようございます小学校があるある日の午前7時30分那覇市小羽倉山頂目ではスピーカーから 朝はどこからの音楽と共とに安全な投稿を呼びかける放送が流れます。山頂目に住む長峰恵美さん、76歳が25年ほど続ける日課で近隣住民は聞くと安心する、目覚まし代わりだと話し、地域に根付いた放送になっています。きっかけは長峰さんが1989年に小倉自治会の会長に就いたとき 数年間、拡声器を片手に歩いて連絡事故を伝えていましたが、広く呼びかけるため、自宅にスピーカーを設置、朝の放送を始め、退任後も続けます。午前3時半頃に起床し、着物に着替え、身自宅をします。7時27分にセットしている目覚まし時計が鳴ると、朝食作りを中断してマイクに向かいます。 内容はほぼアドリブで新学期初日の8月の28日には夏休みも終わり今日から2学期ですよ運動会の練習もありますと呼びかけたそうです目覚ましのセットを忘れるなどで放送しなかった日には近所の人から大丈夫と不調を心配する声も届くそうです放送は近隣の100世帯以上に届きます地域の人が亡くなった際は出館の約30分前に 別れのワルツを流し最後の別れを呼びかけます以前に俺が亡くなった時も放送お願いと頼まれたこともあるそうですえ近所に住む小倉中学3年生の又吉玲香さんは小さい頃から聴いている目覚まし代わりでもし放送がなくなったら寂しくなると話します午前7時に開店する大城スーパーの大城宮子さんは 放送のおかげで5人の子どもたちに遅刻するよと言わずに安心して店番ができたと感謝。え不法も放送で知るときもある。つながりが薄く,な薄,くなく薄くなってきている中で助かっていると話しました。長嶺さんはいつも聞いているよという声が嬉しくて楽しみながら続けている。できるだけ続けさせてもらいたいと笑顔で話しました。はい、ということで、 えー、放送用のマイクを持ち楽しいから続けられると話している長峰恵美さんの話題を紹介いたしましたすごいですよね,ね<ー>あのラジオ放送もそうですけれども、はい、あの例えばこう地域地域で流れてくる、うん、そのお知らせなんかもあるじゃないですかありますねスピーカーからああ,、ね、ああいうものってやっぱりこう、うん その地区のお知らせだったりとかいろんな子どもたちの声が流れてきたりとかしててすごいこう温かみがありますけれどもそうなんですよね,ね<え>なんか味があって、うん、またそれぞれの皆さんのお声にね、はい、そしてぬ、ね、くもりを感じますよね,ね25年ほど続けられてるという <laughs> こんなに継続できるってなかなかできないですよ25年間なので今76歳のこの長峰さんが、うん、まあ51歳 はい、ぐらいの時からってことですよね。ねいやーあのでもそれがなくなってしまったら、うん、やっぱり寂しいなと思う人多いでしょうね。でしょうね。まあなので、うん、ファンははい。 明らかにこうたくさんいらっしゃるでしょうね。ね、あのお母さんの話にもありましたけどね、うん、あの子供たちに遅刻するよって言わないで済んだとかっていう話とかもそうですけど、うん、本当に地域の人たちのこう根付いてるというか人、うん、役買ってるんですね。ですね。なのでこうその時まあ保育園生のまあ子供たちももしかすると今三十近くになってたりとか、そっか。二十五年だから。そう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 。まあ、なので若くこの放送を聞いてた人も気がつくと、うん、ま五十歳前とかね。 なってるという、もう当たり前になってるんでしょうね。もう生活の一部にね、皆さんのね。ですよね。あの、しかもこう、着物に着替えてですね、この放送に臨むということらしいんですけれども、はい、またこう、自宅のスピーカーを設置したっていうところもね、すごい、こう粋なことするなと思います、ね。そうですね。地元への愛が伝わってきますね。うん、うん。ええー。数年間、拡声器を片手に歩いて、連絡事項を伝えていましたが、広く呼びかけていくために。 朝の放送をスタート、そして自宅にスピーカーを設置しているということらしいですね。うん、もうじゃあ一日一回この、えー、長身恵美さんかな、はい、の声を聞かないとこの国村方面小羽倉の地域の皆さんは落ち着かないかもしれませんね。本当ですね。うん、なんかね言うにその想像がで、ね、あのつきますけれども、はい、いやこれ聞きたいですね。ぜひ、ね、一度聞いてみたいですね。うん、本当に。 えー、今日の9月7日の沖縄タイムスの社会面の中から紹介いたしましたメッセージこのコーナーはアイルディースクリニックの提供でお送りしました。 多分ね、僕だけじゃないと思いますけれども、あなたも多分血が騒いだと思うんですけど、先ほどのあの長峰さん、取材したいと思ったでしょう。思いましたね。ちょっとあの今メモったりしてましたから。これ何なんでしょうね。ね、これは面白いなと思いますよね。絶対一つリポートできますね。ですよこれ。もう絵が浮かびますね。着物着てされてっていうもの。はい。今現在76歳ということですけどもね、ええ、ずっと やっぱりこの那覇のね小グラの地域の朝の顔でね、はい、いてほしいなと思いますね本当ですねさあ今日の番組のテーマはまるまるはまるまるが大事こちらでメッセージをお待ちしていますメールは761アットマーク fm こざ .jp 761アットマーク fm こざ .jp でお待ちしております、えー、青の軍団さんオニオンリングは衣が大事って初めて聞いた はい、いや衣大事じゃないですか衣大事大事だと思うよ大事うん熱すぎずうん何か何個も食べられる感じねあお,お家で作ったことありますオニオンリンゴはないですねあります12回作ったことあるんですけどあっ、えー、ですか美味しいわけよ <絶対 S 2> これちょっとびっくりしたしい本当にびっくりした、うん、今日大きめのやはりあの玉ねぎ使うんですか ああもう普通のう本当に普通のやつをこう輪切りにっていうか、はい、やってそれのまま衣をつけてさっとあげるぐらいであ,あそれいいおやつになりそうですねまたねそう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 でそこにあのコンソメだったりとかあ<ー>あの塩をちょっとやったりとかで調節して、うん、いろんな味が楽しめるとそう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  ただこう揚げ方が難しかっったなーっていうのはあります、ね、<あー S 1> 温度温度なるほどね、うん、どこぐらいで揚げていいかっていうのが多分ありますよねそう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 ,そうやはりそれはプロの味かもしれないですねいろんなところもうにおりんが美味しいところありますのでファーストフードも美味しいんですけど、うん、居酒屋で出してるところもあるらしくてああ<ー>たまにありますよねそうそうそう、うん、そういうところやっぱり美味しいでしょうねきっとね 居酒屋のもやっぱり食べてみたいですね。美味しいでしょうね。あのオニオンリングでもちょっとこうザクザクしてる衣のところと本当になんていうの表面はまっすぐというかあの凹凸がないような衣のやつもあるじゃないですか。はいはい、そうですねサラッとしてる感じのね。何がいいですか。うん、あザクザク系が好きかもしれないですね。なるほど。はい。いやオニオンリング食べたくなるな。<laughs> でもオニオンリング食べる文化も沖縄ならではな感じがしません内地では食べないのかないや食べるともあるとは思うんですけどうん、うん、こんなに結構頻繁にいろんなところでメニューに出てくるのって結構沖縄なんじゃないかなと思いますけど、えー、そうなんかな、うん、えと大塚健二さん、えー「埼玉は小雨24度肌寒いです」ということで。 えー、今日の大きなと10度近く変わりますねじゃあね本当ですね24度ですか日中でもスパゲッティはナポリタンいいですねボンゴレカルボナーラなど白より赤がいいですね、うん、と頂い,いております、うんうん、赤を食べたくなる時ってありますからねうん、うん、えー、えテント頑張ろうかいさん「組むチャラミ組み取る」ということで。 先ほどの小<あ>ざって意外と地元の情報、ね、ニュースとして流しませんよねという後の <laughs> あなたのこう沖縄市の PR そうでもやはり沖縄市のイベント情報とか PR とかはね逐一入れていきたいなと思いますね、うんうん、できるだけお出かけしてね、うん、沖縄市の中で意外と知らないところとか多いんじゃないですかいやたくさんあります本当にたくさんあるそうそうそう なんかある番組で沖縄市のクイズ番組みたいなことをちょっと前にやってたじゃないですかそれでも選択、ね、問題だったんですが<お>意外と難しいなと思って沖縄市の中で一番歴史が古い建物というかあの歴史の順番に並べてくださいみたいなことで、うん、小挿しラジあの、プラザハウス、えー、東南植物楽園子どもの国みたいなのがあったんですよ。うん そう小プラザハウス東南植物楽園子どもの国で一番古い順から並べてみたいなこののできたも多分僕の予想ですよプラザハウス小指こどもの国東南植物楽園そう私もそうだと思ったんですが惜しい小あプラザハウス小しまで合ってるんですが東南植物楽園の方が歴史が長いみたいですよ あ、ちょっと意外。で、子供の国よりもということで。はあ、そうか、子供の国の場合は、一旦アイランドパークができたさ。なるほど。それも、それも含めてるのかな。それがあるから、ちょっとこう、長く感じちゃったのかな、多分ね。なるほど、なるほど。一応、小学生からあるイメージありますけどね、どっちもね。うん。へあ、こういうの面白いですね。そう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 。だから、意外とね、難しいなと思って。え知ら、知ってるようで、知らない。 ことも多いってことでしょうねそう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 店頭さんが小座限定のクイズ作ったらあってだからいっぱいクイズできそうですよねうん。おお、小座限定のクイズねうん。う沖縄市だけでもクイズいっぱいあるんじゃないですか例えば何カ国の人が住んでるでしょうとかうん。なんかいろいろありそうじゃないですか沖縄市の中で1位県内の中でも1位なものは何でしょうとか、うん、おお。うん、なるほど 三十カ国以上でしたっけ？もう三十八私ちょっと前までもう三十八カ国あったので確か四十以上じゃないですかね。そんなに住んでる方いらっしゃるんですね。うんはい、国と地域。えー、ええー、え小座の裏側があるじゃないかといただいております。そう小座の裏側ねテレビでもありますけれどもラジオでもね、うん、どんどんね小座の情報っていうのをお伝えしていけたらなと思います。うんうん、はいさあメールも来ておりますラジオネームうー青野軍団さん。はい。 チェースモーリー、アタン、ウークイ終わってもお美しゅうございますな。<laughs> そんなことないです <laughs>、えー。昨日、今日早く仕事が終わって明日は休み。二<お>日連続午前中はふとふとしたけど、んそんなことを忘れて明日は起きるまで寝る。いや、お疲れ様です。配送業だからね、またね、うん、相当お疲れが溜まってると思いますが、もう休めるときは休んでくださいはい。 あと天童さんじゃなくて青の軍団さん、うん、あの軍団さんからいただいたあのピップエレキ版的なシール<う>ー娘が剥がし寄ったのでまたあの余ったらね、はいえー、くださいお待ちしておりますすごいそういうのプレゼントというかあるんんでですすねあのそうなんですよ腰痛とか肩こりに効くって言われている、えー、ものがあるんですけれども、はい、ラジオネームともぶんさんありがとうございます、えー、DJ モーリーヤラミこんにちは えー、採用は我慢が大事。おー深いコミュニティ FM はほぼ採用されるけど予想 <laughs> は違うさね。うん、だから最初から採用されたらラッキーな精神でいないとへこむのが倍増するからね。うんえー、力作大好きな番組ほど没だとへこむのは比例するけど、うん、次の採用に向けてすぐ動かないとだめなのよねということで。 さんならではというか、うん、いやーなるほどね意外と力抜いてる時の方が採用されていったりとかするんかなそうかもしれないですね、うん、あの力を込めて力作かなと思っててもっていうのはあるかもしれないですねまあでもあれですね、あのー、その日によるかも。うーん 例えば今日は「○○が大事」というテーマですけど芸能人は歯が大事、うん、命とかっていうフレーズが2連チャン3連チャン続くと採用されにくいじゃないですかあそのねバランスというかねそう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 そ,う、はい、でそれであここから来たかっていうのがあれば、うん、意外と採用されるんかなと思ったりね、うん、タイミングも関係するんじゃないかな、えー、赤いニトンローリーさん、えー、おはようございますラジオネーム赤いニトンローリーです。 お盆終わりましたね今日の夜は久しぶりに魚釣りに行ってこようと思います、うんえー、釣れたら明日またメールしますおお楽しみですね今日夜釣りに行ってくるんですねってことでしょうねきっとね、うん、あの前回多摩の大会に出たんだけれども、うん、というね話がありましたけれども、うん、大会まで出たんですねそうなんですよまあ、残念ながらという報告がありましたが、はい、またそれからね、うんえー、お盆明けのこれから あ,あ梅雨に行こうかなということらしいですねただね今日ちょっと一日雨降って止んで雨降って繰り返してるんで、うん、夜中もね天気気になりますねそうですねちょっと急な強い雨だけにはねお気を付けいただきたいと思いますけれども、うん、さあベルプラマスクさんはいどうもベルプラマスクです注意するときは一度褒めるのが大事ああなるほど最初褒めるっていうことですね 確かに最初にワンクッションワンクッションを置くと多分あっちも聞いてくれる体勢になりますからねそういう人に言われたらあそっか直さないとなって多分思ううでしょうねへこれあれだね本当に上の人の立場というか、うん、指導する立場にいる人ならではのコメントですね。これねそうですすねしかかもあの注意する時とかって結構 まあ相手の人とかにもよると思うんですけどね。うん、その方の性格とかいろいろ人柄とかにも。うんうん、でもいろいろ気使うので、さら、うん、にこうするといいよとかっていう言い方とかもね、いろいろありますからね。なるほどね。うん、まああなたもこう講師してるじゃないですか、あのスクールで。はい、やっぱり人によって伝え方って変えるんですか。うん、そうなんですよ。人によってもそうだし、今のこの状況とかによっても、あこの子に今これを言うと、うん、もうどんどんちょっと今なんていうんですか。 あの精神的に、ね、ちょっと落ち込んでる感じの状況だから、うん、逆に伸ばす今は褒めて伸ばそうとか<ー>この頃魅力をとにかく引き出そうとかっていう時とそのいろありますね見ながらだじゃん、時期が<ー>、えー。注意する時は一度褒めるのが大事あくまでも持論ですということでストレートに注意をしてもなかなか聞きづらいですからね。 いいとこ探して、さらに良くなるためにとアドバイスのように伝えます。うん,うん。ただのこう注意だけではなくて、良、はいえー、くなるためのアドバイスなんだよという括りでお伝えするということですね。もう頭ごなしに怒らないということなんでしょうね。う,ん、うん。いやこの辺やっぱりはですね、あのー、注意する側もそれなりのこう懐が広くないとなかなかできないことですね。これね。 かなり体力いりますよね。怒ることはね。うん。うん、僕が制度だったら、どうやって注意します?。<laughs> 僕みたいなタイプ。<laughs> あ、あの森さんはね、はい、あの、たぶそのまま怒っても、絶対に、あの、マイナスにいくので、うん、褒めますね。<laughs> <laughs> マイナスニークマイナスというかうモーリーさん多分自信をつけた方がいいのでへーすごいあの本当に自信持って頑張ってねあなたこんなところがいいところだよいいところだよとかって言ってあげて<う>さらにこうなると良くなるんじゃないとかって言いますね多分あじゃあもうおだてておだててだいや、おだててるというか本当にあの絶対お世辞は言わないんですよお世辞は言わないんだけど本当にいいところっていうのはまあ人それぞれねこういうところあるじゃないですかなのであこういうところいいところだよねとか言って あのやっぱり魅力を引き出すようにモーリーさんは言うかも、ねえー、じゃもう人によって全然違うんですねこれね、うん、伝え方そうだからそれぞれの個性とかがあるから魅力が<う>だからできるだけこの子の魅力を本当に引き出してあげられる人になりたいみたいなのは思ってますけどねはあじゃあ僕はもうダイレクトにこう注意するとダメなんだもうマイナスにいっちゃうんだ、うん、っていう感じがします <laughs> <laughs> なんかすぐへこみそううハ <laughs> らしいですね。<laughs> ここで一曲、ワンオクロックでトーキングオフ。 えー、今日の朝刊にも掲載されていましたけれども、はい、沖縄気象台によると那覇で6日午前11時41分に最高気温33.5度を観測したということで6月の20日から79日連続で30度を超す真夏日を記録しているそうです。うんうん 1890年の統計開始以来那覇での最長記録となりました、えー、これまでの最長記録は77日連続だったそうです、えー、ということで、うん、もうこれはもう確実に80日目になるでしょうねそうですね、うん、もう9月に入ってももう33度23度はい もう真夏日ですからね、うん、いや8月なんてもう31度5分ぐらいが平年気温だったのに、もう33、4度までいってましたから、うん、それも最高記録到達しましたからね。なんかこう、数字が分かるようになってきましたよね、今日も33だなとか、<う>34度までいったなとか、なんとなくね、9月でなかなか33度とかが最高気温の時って、普段あんまりないんじゃないですか、31度とかのイメージですね。あじゃあちょっとこう、うん 例年よりも高いイメージだ。そう、9月でも,もう平年気温よりも高いと思いますね。なるほど。うん、えー、ちなみに気象台の方いわく、今後1ヶ月を見ても、まあ雨が降ったとしても、はい、大気の気温が高い状態は続くのではないかと話しているということですね。うん、まあなのでもうしばらくこの暑さは続いていきそうだと。そうですね。いうことですね、うん。まだまだ猛暑続きそうですね沖縄はね。うん。 さあとというところでコメントも来ておりますが、えーっとえー、青の軍団さんあ僕が先生をしたらということで、はい、モーリーが先生をしたらここはテストに出すよと言ってたのに全く違う問題出しそうよねとということで <laughs> もう絶対合ってますよねでト童さんが出すって言ってたことすら忘れていそうって絶対この問題出すよって言ったこと自体忘れてそうですもんね。 そうですね、うん、生徒から恨まれてるでしょうねあの先生本当に出しよるぜってなったら好かれるじゃないですか、うん、でも全然イレギュラーな問題出しよるから<う>えー、っていう舌打ちがなるんでしょうね多分ねなのでもうね一回テストとか味わったらもう全然信用されないでしょうねこれ数学の問題とかっていう問題を出しそうなイメージありますね ねいやいやいや自分でもわからないですで青野軍団さんがさらに人の話はちゃんと聞こうねってフレーズはまずあるよねと森さんが生徒だったらってことですねでこの生徒はコントロールしづらそうと天童さんからも頂いておりますそして天童さんアジラジバアシスタントが大事ああもうそうですねかっこお留守番が上手になってきた喋り手はいるけれどもほんとそんな感じですよ まあ毎日ねアシスタントが変わるから、うん、まあそれぞれの週の色みたいのがもしかしたらあるかもしれないんですけどもいいのか悪いのか、はい、僕アシスタントを育ててるってイメージないんですよアシスタントに育ててもらってるっていう方が強いんでどっちかっていうと、うん、あそうなんですかそうなんですよだって月から金まで全然タイプ違いますからね本当に、うん、でもいい塩梅ぐらいで本当バランス取れてるというか、うん、全然違くないですか皆さん全然違いますよ本当に <laughs> マジで、マジで。圧が強い人もいれば。はい。ええ、口が悪い人もいれば。うん。で、また。誰のことを言ってるんでしょうか。あ、誰のことを言ってる。スイートキン。あ、スイートキン。まあ、圧が強い人と口が悪い人みたいな。ねもういたりとかもするんですけど。まあなので、いろんなタイプがいるんで。なので。こっちが逆に、あの、鍛えてもらってるなっていう感じですね。おお。そうなんですね。そうなんですよ。森さん、お上手って大塚さんから来てますけれども。 いやあの木曜日のあなたからは日本語を僕教わってますから、うん、まず本当ですかね<う>いや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 ,いやでも自信満々に肌寒いですねって僕よそで言ってますから <laughs> 1回 <laughs> 2回3回って言ってますからちゃんとちゃんと堂々と言ってますから<ー>、はい、素晴らしいだらこれはもう日本語の先生のおかげですからねいやいやとんでもないんですけれどもテントウさんがアシスタントが来たら勝手に育って忙しくなってしまうわら ああ、なるほどね。そうなんですよ。うん、こっち水あげてないんですけども、はい、ぬくぬくぬくって育っていくっていう。<laughs> まあいいことですね。え、今日は番組のテーマまるまるは大事。まるまるはまるまるが大事ということなんですが、はい、えー危険のサボさん、ポケラジと携帯用のイヤホンは音質が大事かなといただきました。わあ、イヤホンね。うん。 イヤホンの音質ととかって気にしたことありますあある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 ああ本当ですか、うん、やっぱ聞こえを気にするからねやっぱりねああそうですよねそうそうそう普段の,このかけてるイヤホンとかも、うん、このブースの中とかでもいろいろとやっぱり感じたりするんですか俺ちょっとこう返しが大きくないと不安になる人なんですよ、うん、なのでボリュームはちょっと高くしてますねあ逆に、ね、そう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 ん、薄かったりとかすると大丈夫かな<え>ちゃんと音出てるかなって心配があるんでうん、うん 確かにね、心配になるかもしれないですね、ラジオの場合はね。うんえー、フィギュアの羽生君みたいにイヤホンの音質にこだわったことってありますかということで、どうですかイヤホン、なんか機械に疎いので、なんかあんまりそんなのわからないですねあ。じゃあそもそもこう、ヘッドホンから聞こえてるのか、地声なるのかわからないってことですかそ、うん、そうそうでそでももももこれもあでもやはり私も ラジオの場合はモーリーさんみたいに返しがないとちょっと不安になりますね。やっぱこう耳に関してはこういう仕事やってる皆さんみんな敏感でしょうね。うん敏感だと思いますね。テレビもねイヤホンを毎日つけてたんですけれども逆に送り返し自分自身の声自体は聞こえないのでテレビの場合はなるほどもう裏方の声が聞こえてくるって感じですねたまに。わお ちょっとインカム的な要素とかそうです、そうです。へー。うこの辺ね、僕らこう、一視聴者で見てるところからでは、わからない裏の話ですね。そうですね。なので、必ずこうやって見えないように、あえてつけたりとかするんですよね。はーい。さあ、いろんな話が出てますけれども、ともぶんさん。え、やなみー、オキペディア、俺も見たよ。お我が沖縄市だったから面白かったさ。ビンビーさんも出てたね、ということで。はい。 沖縄市出身の方々が出てましたけどもねオキペディア先週の週末にやってたやつ先週ぐらいだったと思いますね私も録画をして全部がまだ見られてないんですけどもなるほどじゃあその中で沖縄市のクイズが出されていたってことですねそうそうまあでもやっぱ地元の人だったら見るよね絶対ね自分自身もやっぱ挑戦したくなりますもんねねえ意外とあれ 近かっったんだっていうねさっきのプラザハウスのくだりもそうですけどもいやまだまだこう歴史を振り返ってみると分からないことだらけかもしれませんね,、はい、ねえもう生まれ育ったところのことでも分からないから、うん、やっぱりねあの大切ですねそういうのをね。ですね、うん、知るっていうことも。はい、さあ今日の番組のテーマは「〇〇は〇〇が大事」こちらでメッセージをお待ちしてます。 さあアジクーターラジオ今日の番組のテーマは〇〇は〇〇が大事こちらでメッセージをお待ちしております男は度胸女性は愛嬌とかって言いますけれども、はい、そういったことでもなんか出てきそうですねそうですね第一印象が大事とかもそうでしょうけれども、うん、やっぱりこう女性の皆さんは愛嬌は大事でしょうね、うんうん、そうでしょうね、うん やっぱり表情とかっていうことですかね。うん。うん、男の人はどうでしょうかね、うん、この辺ね。度胸ってどんなところでじゃあ押し量るのって感じじゃないですか。ああそうですね。うん。なんだろう。うん。ドーンと構えてるとか。もう仕事とかいろんな面で物をじせずにやっぱりいろいろ挑戦したりとかってことなんですかね。ってことなんですかね。うん 何かトラブルがあっても動じないというかああ、そうですねそれ大事かも冷静にリアクションするとか確かにその大人な感じがねいいかもしれないね今小学生バイバイしていきましたけど小学生は元気が大事ですねそのままそのままいやあのまたこのなんていうんですか丸坊主具合がまた良かったですね丸坊主具合何歩くらい何分ぐらい 今何部ぐらいで三部ぐらい。三部ぐらい。うん、あじゃあ結構な短さですね。<laughs> 結構な短さじゃなかったですか今。なんか絵に描いたような小学生って感じで、あ,<ー>あの<う>野球多分野球少年なんでしょう。小座小田正かな。はい。<ー> <laughs> そうそうそう。うん元気が大事ですね。うん。新人は謙虚さが大事。うん。まあ。 特に新人はっていうことなんでしょうね、うん、まあ何でも多分謙虚さは大事だと思うんですけどうん、うん、慣れても何,何かありますかまるはまるが大事ねえ美容室はシャンプーが大事とか無理くりですけどもうん美容室で一番何を大切にしてますいつも行くときに美容室 居心地あ。どういうことが居心地が良いになるんですか、えー、美容師が笑ってくれるあ。笑ってくれない美容師っている <laughs>、えー、会話が続かない美容師。<laughs> あんまり感じたことないでも美容師さんってやっぱり接客だからやっぱりキャッチボール上手ですよね。ですよね。いろんなの打ち返しますから本当に。その人のお客さんに合わせたね会話というかあんまりこの人喋っれたらよくなしそうだなっていう人には多分あんまりねパスをしないとかなんかいろいろ考えてそうですもんね。ですねしかも同時に 23人のお客さんを相手にするっていう瞬間もあるさありますね例えば A さんが仕上げのセットをしてどうですか、うん、で途中のパーマの女性のところ行ってとか、うん、も,うもうその瞬間瞬間で待たせてる間にと違うところ行ってとかやるじゃないですか、はい、あれすごいやさって思いますねい 本当に一人でいろいろタイムを計って、うん、でなったらこの方のところにカラーを割っていって、うん、でそして、すぐ次はもうシャンプーとかリンスとか一人でやっ,てるったりとかするのでいいいやすすごいなと思いますよねでその人に会ったつ、うん、話の続きからスタートするからえー、って本当にこの方のてうんですかもう覚えてますかねパーソナルなことをね。 だよね俺だったら多分さっきの人の話をこの人にもしそう,しそうな感じ <laughs> 大変でしたねわ、うん、かるわかるわかる,かる <laughs> えみたいな <laughs> ちょっとこう一悶もんちゃくありそうな接客しそうですね僕はねでもだからもう毎回毎回一人に対して1時間ぐらいは絶対接してるじゃないですか、うん、美容師さんって、うん、だからやっぱり覚えていくんでしょうね、うん っていうものなのかな。でも毎回毎回ほら、リピーターで来てくださってる方はや,やはり覚えていくんじゃないんですか。まあまあ確かにね。まあ、メモ残したりとかね。そういうこう記憶の仕方あると思いますけれども、さあ、今日はまるまるはまるまるが大事。こちらでメッセージをこの後もお待ちしております。アジクーターラジオ。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニック株式会社上進組の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come up next, Adjiradi. さあ、5時になりました。9月7日木曜日のアジクーターラジオ生放送でお送りしております。えー、この時間お相手は DJ モーリーと。やらあゆみです。さあ、今日の番組のテーマは、まるはまるが大事というテーマでお送りしております。はい、まあ自分がね、やっぱこれが大事なんじゃないかなと思うものをメールにしていただきたいと思いますけれども、はい、浮かんだのがですね、うん、え仕事のアンサーは速さが大事。 あースピーディーさメールとかの返信もってことですかそう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 そ,ううあのそれねいろいろとビジネス書に書かれてますもんねあそうですか,うなんかメールの返信がこの人のもう力量みたいなうん返信の速さが、うん、仕事の,なんていうのできるできないのバロメーターみたいなパラメーターみたいなええー 早い方がいいってことね。そうそうそう。みたいですね。まあじゃあ断るにしても、まあ OK にしても、早さが大事なんじゃないかと。そう、メールとかが来たら、本当は24時間以内では絶対に返信はしましょうね、みたいな。ね。マナーとして。マナーとして。はい。あるみたいですけどね。あと、女性だったら、化粧は。 湿度が大事とか。湿度 <laughs> そんなのないの怖い怖い怖い <laughs>。あの、手からないようにってことですね。とかあるんじゃない、うん、ありますね。かなりあります。ね、あの、潤いが大事じゃないですか、やっぱり。潤いが大事。うん。うん、ほら、乾燥とかしてたらね、ちょっと、あーだなーと思うので、うん、まあ、うん。けそうだな湿度保湿。保湿,保湿が大事、一番。化粧は保湿化が大事化粧というか、この、なんていうんですか、肌の。 はい、このあれば、多分保湿、美容とかに関しては、多分保湿が大事だと思います。はい、お肌は保湿が大事。うん、そ,うそうそうそう。<ー>うん、この辺ちょっとやっぱ女性がしか分からないですからね。うん、本当にあの高いものだったら、ちょっとちょっとずつしか使わないこうかなと思っちゃうので。うん、できるだけ、ちょっとお手頃なものを、あの化粧水とか買って、惜しみなくバシャバシャ使うのが多分いいんじゃないかなとか思ったりします、ね。あ、そうですか。えー、でもバシャバシャ使うっちょっとこう。 もったいないいなな感じしないですか,どんなんですかその頻繁にやっぱり保湿をさしないとっていうのがあるので、うんうん、なので惜しみなく使えるものがいいんじゃないですかね。じゃあちょっとこう少量取ってちょこちょこよりはっていうことね。ベルプラマスクさん夫婦関係は会話が大事とにかく毎日たくさん会話<あ>やっぱり大事だと思います。<う>あとは 一個人として認めるかなということで。うん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 うん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 天童さんからも、はい。お二人さんに問いたい、結婚生活は何が大事ということで、これ一緒に言ってい。一緒にいますので。一緒に言いましょうか。はい。じゃあいきますよ。はい。結婚生活は、会話が大事。<laughs> はい。 見事に分かれましたね。うん、はい。これ多分お互い打ち与えするところがある言葉が出てきたんじゃないかなと思います。ああ、なるほどね。うん、まあ確かにそうですね。うん、まあ会話って大事だなってつくづくやはり思いますね。会話。うん、まあとにかく何でもやはり会話、相手が分かってるんだろうなとか思って言わないとかっていうよりも、うん、できるだけやはりほうれん草じゃないけど、うん、会話をしていった方がいいなって思います。お<ー>うん。

やはりそれをやっていった方が大事じゃないですかね。なんかどん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 ね。なおざりというか、そういう慣れ合いになってきたらそうなっていくそうじゃないですか。うん、意識しなかったらもう結構会話しない。時間が長くなるみたいな。うん。うん、またそれで喋らない。でもその空間が、うん。 居心地よかったりとかするっていうプラスもあるけどね一応ねまあねそれもあるんですけどまあ別にもちろんね無理に会話をする必要もない時もあるんですけど、うん、やはりできるだけねそういうなんていうんですかコミュニケーションは大切じゃないかなと思います、うん、なるほどこれ特に女性の皆さんはそれは重き置いてるでしょうね、うん、きっとねうん本当ですね,ねやはり共感してほしいし<ー>やはり話を聞いてほしいっていう女性は多いと思いますからねなるほど という蓋を開けてみるとこういう答えになりましたけれども、うん、テントさんんどうだったんでしょうかね森さん思いやりということでやっぱり相手の立場にっていうところを考えられてる時は順調かなと、うん、考えられてない時は何かと喧嘩が多かったりとかするんかなっていうのはありますね。じゃあ 後で考えてみると思いやり持っててなかったなみたいな思いやりがあったら一声かけることができたりとか相手のあちょっと大変だろうって言って声かけたりとか何かのこの言動につながるというかそうですねなのかななんてね相手の立場に立って考えるみたいなね今日嫁も聞いてますか一応ねそれ込みで言ってますから今昼間の奥さんアジクーターの皆さん敗退昼間の奥さんら えー、安村製菓ゴヤ七丁目は今日からやってます小雨でアスファルトの色が濃ゆくなっていくのをトゥルバって見ています、うん、ちょっとぼーっとねする時間があるっていうことで、はいえー、テーマ〇〇は〇〇が大事ゴーヤーが久しぶりに並んでいますゴーヤーは粒が大事選ぶとき投げたらダメよブドウは茎の茎の枯れ具合が大事<ー>、えー、茎が青いのは酸っぱい 簡単にポロリと身が取れちゃうぐらい熟しているブドウが好きということであっ茎で見分けるんですね茎が、はいえー、枯れ具合が大事、うん、青いの酸っぱいよということでへえあじゃあ勉強になりますね<ー>これね面白い面白い<ー>こういうのちょっとあの八百屋さんならではというかねねえねえねえそういうのどんどんね聞きたいですね店頭さんからはは結婚生活は妥協とということですおまだそこまではいってないっすね いやでもやはりお互い育ってきた環境とか全然違うから、うん、やっぱりか、うんね、若干違うとかあるじゃない生活のリズムとかはい、はい、だからいろいろ妥協とかしてる部分とかあるんじゃないですか寛容ねこそ,ちらそこはゆず、はい、譲ったりとかでも大切だと思いますけどねそれもえ妥協っていうのは諦めてるっていうところですか妥協、うん、諦めてるというか 妥協もまあ思いいやりに入るるんじゃないですか片目つぶるってこと、ね、そう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 だってここだけのねあの言い分というかほうほう自分だけのスタイルばっかりを貫けないのでなるほどもう妥協も大切だと思いますいやーこのやっぱり夫婦間とか、うん、結婚はまるが大事っていうコメントに関してはすごいこうスッと入ってきますねなんかね、うん、もうそれはね。 やっぱり結婚生活というかね、お互いそうね、うん、何年もね、やってるので、うん、それだけはやっぱり。<laughs> はい。シーサーさんから結婚生活は会話と相手に合わせることも大事かな。はあ、うん。相手に合わせることね。うん。ほうほうほう。 まあそこがねやはり思いやりとかになってくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、あの娘とよく話するのが、うんはい、例えばこうチャンネル争いなんか特にうちの子供はもう、あのー、アンパンマンとか、はい、その辺の子供が出てるのが声が好きなので子供がテレビ見たら「うん、あじゃあ次パパの番ね」って言って、うん、僕がチャンネル撮るんですよ。で次「マルマンの番ね」ってで順番順番なんですね。うん、ちゃんとこの 次は僕の番次はあなたの番みたいなこう仕切りを立てるというかそれでちょっとこう言うこと聞くんですよまたああいいですねいいのか悪いのかあめちゃめちゃいい子ですねうんだこれがね、うん、ちょっといいのか悪いのか分かんないですけれどもそういう感じでじゃあ次は僕ね次はあなたねみたいな感じでやってますね。 あそっかもうお子さんがいるとなるとまたそこら辺のねチャンネルとかもあるでしょうねさあ青野軍団さん「まる <coughs> はまるが大事チャンスの時こそリラックスが大事」あ<ー>ピンチの時じゃなくてチャンスの時ってことねああ深いですね、まあ、例えばノーアウト満塁とか、うん、一打逆転とかそういうチャンスの時ってことか えー、ソフトボールの話なんだけどランナーが23塁に、うんえー、ランナーが23塁にランナーにいたらピッチャーは取られたくないってからキムサバッターは打ってランナー返さないとってムサはねしたら大体内野ゴロになるわけだから俺は得点圏にランナーがいたら何も考えないで無心でバッターボックスに立ってるわけさしたらよ結構確率で、えー、ヒットになる うん、え実際、得点圏にいる時の打率ランナーなしの時よりも高いぜということで普通は、あここで打ったら一塁ランナー帰ったら逆転だなとかいろいろ考えるじゃないですか、うん、なのでそれをやらないようにあえてチャンスの時は無心でとむとうんスポーツでもそうなんですね。 もうリラックスやはりリラックスが大切なんだ、うん、まあ何でもリラックス大切そうですもんねんでもチャンスの時こそっていうのが深いなと思って<ー>、うん、なんかこのいざというこの状況の時に緊張したら絶対緊張する場面の時こそあのリラックスした方がいいとかっていうのはあると思うんですけど、うん、こういうねチャンス まあ、とにかくその場を楽しむことみたいなことなんでしょうかね。何でしょうねねきっと、ね、うでもこう視聴者目線からするとファーボールが出たらあの満塁になるからっていう,うできるだけアウトで途切れてはいけないんじゃないかなっていう目線で見るさ、はいはい、だけどもしかするとあの軍団さんの場合はもう初球から振ってこう振る可能性もあるっていうね。 なので視聴者目線からすると、うんえー、ちょっと129待たんかっていう気持ちにもなるかもしれないしなるほど無心で臨んでますよということで、まあうん、その方が打率もいいよということです、ねうん、あのベルプラマスクさんからもメール届いてるんですが、はい、夫婦関係は私と一緒会話が大事、うん、とにかく毎日たくさん会話、やっぱり大事だと思います。うん あとは一個人として認めることかなということですね一個人ね、うんうん、ベルプラさんから嫁さんには結婚は妥協だよと言われましたはい。パートナーから言われたってことですね、うん、で、友文さんも店頭、えー、さんの言う通り俺が妥協って紙に書いて車で通って見せたさ <laughs> <laughs> まあ、なんやかんやで対話が大事ですな言わんでも分かるのは男だけだぜ思ってるのはそうなんですよね、まあ、男の人はいやもうだって前もやったから分かるさって何も言わないんだけれども,でも女性としてはちゃんとこう言葉で伝えてほしいということなんでしょうね。そう分からないんですよ わからないのか。その男性は多分結果とかを大切にするから、うん、多分この経緯とかまで話さないでしょ。多分結論とか、うん、後からどうせ言うからいいさとかわかんないですけど、まあねここうんそういうのじゃなくて、女性はここまであ思ってくれてたんだなとかあこんなに私のとか考えて選んでくれたんだなとかそのねやってるところが大切なんですよ。あそのプロセスが大事なんですね。そう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 。 男の人はやっぱそのプロセスをはしょるはずね多分ねうんなんか行動でやはりなんか愛されてるなっていうのを感じられたら素晴らしいですけどね、うん、なるほど今日のテーマは「夫婦愛でしたっけまる <laughs> はるをが大事」っていうテーマですよねそう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 ,そう Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up. Aji Raji. さあ、時刻は四時を回りました。九月七日木曜日のアジクーター・ラジオアジラジの時間です。木曜日、この時間、お相手は DJ ・モーリーと矢良ゆみです。さあ、今週に入って初のアシスタントの登場。なので、ちょっとこう、僕は今日、あの、読んだできるかなと思ってますね。<laughs> 今日もなんですね。そうなんですよ。サボさんが今週初のアシスタントデーって書いてくださってますが。もうね、一週間ぶり。一、はい、週間ぶり。はい。えー。そうなんですよね。いろいろありましたけれども。はい。えっと、9本ありましたけど、どうでしたかもう9本ね。 あの、ウークイの時がやっぱり一番ドットね、もう一日5軒回ったんで。ああ、なるほど、なるほど。東村から、もう、沖縄市から、また、うるま市から。東村また遠いな。そう、片道2時間以上かけて、往復4時間以上。わお。はい。行ったりで、もう、ちょっとドットね、体力を奪われたんですが、でも、ね、いろんなこの人たち、あえて、久しぶりに。またこの健康祈願とかもね、 あのご先祖様にできてよかったなと思って。なるほど。まあ改めて旧本ってやはり大切だなと思いますよね。ああ、やっぱりこういろんな人と、または久しぶりに会う人なんかもいたんじゃないですか。うん、本当ですね。うもう東村の親戚とかは久しぶりにもあったので。東村に親戚がいるんですね。<laughs> そうそういるんです。実は。まあでも、その東村の帰りで、また中部にやってきて、うん、ウークに参加してみたいな。そうなんです。わはい、もうトータル五件ですから。五件ね、一 <laughs> 日でね。ちょっと。 となかなかでしたけれどもその時っていうのもお手伝いなんかよくするんですか、うん、お手伝いですなかなか,なんかあの迎え入れるラジオネーム昼間の奥さんのリクエストは県直子で夏を諦めてお送りしましたこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りします ヤラミニュース。次のニュースは怪奇現象です。今朝未明、沖縄市に住む友文さん41歳は明け方太ももの付け根あたりに激痛が走り寝付けなくなるほどだったということです。本人曰く、ウークいに間に合わなかったのがもしかしたら原因かもとのことです。 運動とかしたわけでもなく謎だらけです。今もびっこしながら仕事をしている模様です。さあということで、えー、まあ毎日ここまでニュースというコーナーやってますけれども、はい、これはこうデスナーさんのお身近に起こったネタをニュース風に読むという。 イヤダミニュー、ね・ワイストのコーナーですからね、うん、あの実際にあったことであるんですけれども、 なんかこう公式なニュースではないっていうことでいいですかねはいあのこのいろんなネタをですね送っていただいて、うん、あのニュース帳に読むっていうコーナーを、うんえー、やりたいと思ってますので引き続き、はい、あのいろいろねネタを送っていただけたらなと思いますこれ大丈夫ですかあのアナウンサー的にそういうのも全然 OK じゃあ逆にこう、はい、ニュースの幅が広がるっていう、うん、そうですねはい <laughs> <laughs> 嘘だろ本当か <laughs> はい <laughs> 全然大丈夫です <laughs> えー、さあこちらラジオネーム MJ さんはいさいスマイルスマイルのお二人さん MJ ですスポーツ観戦は一緒に見るお客さんが大事うん、えー、キングスの試合を見る時なんだけど僕の隣にデージ太った人が座った時は、えー、ただでさヨーガリーで細いのに 余計に身を縮ませて座っているし、前に大きな人が座ると見えにくいからね。うん、あと審判にしょっちゅう文句を言ってたり、選手に変なヤジばかり飛ばす人、聞いていていい気持ちしない、しないさ。やっぱり隣には可愛い女の子が座ってほしいよね。うん、えー、なになに結婚は妥協ですかえー、結婚できてない僕は妥協せずに理想ばかり追い求めているから、未だ独身なんですよね。 もう誰でもいいよとりあえずあじらじに水着で写した写真送ってみてはいラジオネーム MJ さんからいただきましたはいスポーツ観戦うんお客さんが大事ということでって飛でも結構あのこのバスケットボールの試合とか多くないですかブーってしたりとかああまあまあそれはアウェーの洗礼でしょいったらまあまあまあそうですねうん よくあのプロ野球とかで阪神甲子園球場だと阪神の,のファンのヤジのがすごいを右肩的関係なくっていうのはよく聞きますけどたまにあのえまあ去年かな中日の平田選手もね野ジを言われてちょっとこう選手に止められるってシーンがあったりしましたけどそういうのわ分かるんですけど沖縄の,そのバスケットとかでもそういうのあるんですね。 ヤジ的なことってねねえ、うん うんうん、だからそれぞれやはりなんかいろんなね見ているときにブースターが熱いから、うん、やっぱ隣に来る人とかっていうのは大切だったりするかもしれないですね<ー>私、結構キングスの試合見に行っててあんまりそんなの感じたことないんですけどね<う>逆に一緒に盛り上がれてるっていう感じはあるんですけどうん、うん、やっぱりこう盛り上がるときでみんなで一緒になってね、うん、それがまた楽しかったりするので、うん、だ,かだから逆にそういういろんなね横でちょっとやじ飛ばす人とかがいるとなると、うん、ちょっとあれかもしれないですね。 うん、まあでも一緒に何かを見たりとかするっていう意味では確かに隣の人とかって大事ですよね映画館とかでも何ていうのもしょっちゅう死後ばっかりしてるカップルとかこの食べ物の音がもうガサガサごそごそするとかさ 携帯をするとか <laughs> そうね携帯の音とかねあと光とかでも相当で暗闇の中だから目立つし、ね、もうやはりマナー大事ですよね、うん、<こ>マナー大事ですね団体行動ってやっぱりその辺マナー大事ですねそうですねうん、うん、だ電話が鳴ってちょっとなんていうのあすいません的な感じかなと思ったら「<laughs> はーいもしもし? <laughs> うん」 インインインとか普通のボリュームで話するからあれはちょっとドギも抜かれますよね,ねそ,うそうそうそういう方いますもんね,いますよねしかも2回鳴ってたことありましたからね <laughs> <laughs> しかもあのマナーモードとかじゃなくて普通にプルルルルって鳴っ,ってる方いましたからねだから反省,反省しないのかなこれね <laughs> もう迎えに来ていいからとか言ってて <laughs> え普通に話してましたからね <laughs> いやこれ本当に ななななんんんでしょううねねここれ度胸これあ、あのかなあまりりにもっが座りすぎてていい意味でも悪い意味でも周りがなかなか見えてないっていうことなんですかねちょっと空気が読めてないっていうことなんですかね。<laughs> あの瞬間ちょっとびっくりするな、うん、えー、さあこちらラジオネームえともぶんさん「ギャラミーニュースの採用あざす」てか「マジに痛い」。 階段四階とかこんな日に限って多い気がする、えー、体重ひでらしにかけまくりやすさ時よりピキーって感じで激痛走るから笑えてくるよということでいただいております配送のお仕事ってことですねあそうですねそれでだでも相当謎って書いてたんですけど、うんね、何があったのかなって感じですけどねあのアパートとかマンションとかって、うん 4階まではエレベーターつかないくて階段なので <laughs>、うん、4階建てのアパートマンションの配達ってなったらちょっとじゃあ配達側の人からすると、うん、あ登るんかこれをって思っちゃうんでしょうねきっとね4階かと思うんでしょうねじゃあ5階以上だとありがたいってことかうんエレベーターがあるからね、うん、うわー 上の階の人のところに配達する人のねどんな思いなんでしょうねあれも大変じゃないですかあの引っ越し屋さんとかあ引っ越し屋さんって本当大変だと思いません <laughs> あのまさに4階だったら、うん、4階まで上がらないといけないけどはい、はい、5階建てとかだったらエレベーターがあるわけでしょ言ったら。うんなので エレベータータ乗っけてウィーンっていけるけれどもっていうそうなんですよねすごいもう重い荷物とかを階段でもうこうやって往復しないといけないですからねうん大変ですよ本当にあにグランドピアノとかってなったらさ<あ>クレーン出すとかもうるさもそうあ,あそっかさあこちらも行きましょう、うん、えー、えっ、ーうんえー コーナータイトル何だったっけということで、テントウさんからいただきました。あ、ヤラミニュースのことかなはい。うん。ヤラミニュースではなかったんですかねタイトル。どうだったんでしょうね。うん、発信した本人も忘れてるっていう <laughs> ことですけれども、えー。ベルプラマスクさん、パンティーは形が大事。色は二の次。モーリーさん、どんなということで。うん。はい。あ、色とかは関係ないんですね。いや、 僕は色大事ですね。あ、本当ですか。ちなみに、ちなみに何色が。何色。そこは聞いちゃだめ。そうですよね。はい、紫からじゃ。意外となんかね、渋いですね。渋いところ行きますけれども。ええ、わあのかおりさん。モーリーさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。お盆も無事終わり。 火曜、水曜の、うん、あ、連休か。えー、あっという間に終わり。今日から仕事、だるい。あ、休みがあったんですね、一応ね。うん、えー、テーマ、〇〇は〇〇が大事。飲食店は、みなり、清潔感が大事。うん、うちの店、若いバイトの子が多いんだけど、上着は、わわのシャツで、下はジーパンで、バンダナなんですが、髪の毛をバンダナから垂らしたり、 顎ひげ伸ばしたり、うん、ジーパンではなくてジャージのズボン着てきたらもうびっくりですさすがにこの間休み前に指導入りました礼儀はもちろんみなりからまさかバイト生に教えるなんて、えー、義理の姉にあんたの子供みたいねと言われました、うん、今日バイト生来るのが楽しみです変わってるかな不安ということで、はい、そっかー。 ああババの香りさんみたいにね、うん、こうやっても飲食店とかで働いてる方からしたらもうバイト制とかいろんな人がいて大変でしょうね指導するのね。え、<laughs> ジャージのズボンだよ。<laughs> <laughs> キックベースボール大会って思っちゃいますよ、これ。ジャージのズボン着てバイトに来られたらちょっと困るよね、やっぱりね。動きやすいからこれがいいと思ったのかなああ、どんなかなあの、 洗い場ととかかだったらなんとなんんくわかるんですよ、うん、あの汚れてもいい格好とかでさはい、はい、でホールだったら人前に出るっていうところですからね,らねそうですよねうんあそっか本当は上着はシャツ着てジー、うん、パンでバンダナっていうスタイルなんですねうん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 ,うんそれをあごひげ伸ばしてたりとか、はい、髪の毛バンダナから出したりとか、うん、っていうことですねうん、うん 確かにもう接客業って本当に清潔感とか大事だなと思います。めっちゃ大事だなあの携帯電話のショップの店員さんとかって、うん、やはり結構何時間もね一緒に接したりとか何時間でもないかこら、ね、電話の説明を受けたりとかするじゃないですかうん、うん、その時のなんか手がめちゃめちゃ爪が伸びてたりとか <laughs> <laughs> なんかありますよねそうります、ね。ううちょっと気になる,、ね、になるめっちゃ気になるな。<laughs> いや分かるんだけども、はい、そこはあの普段やってるんだろうなって分かるんだけどさすがにこの場はちょっと外してもらっていいですかってなりますよねそうそうそう,そう、ね、だから電話とかを触りながらの説明だったりするので結構近いねうん、うん、はいはいはい、はい、説明でんかだんだん気になってきてあんまりなんか入ってこないみたいな <laughs> <laughs> いやこれちょっとあのつけつけ何ていうのこれ。 つけ,け爪っていうんですか、はい、これ長い人いるよね本当に、ね、ありますよねあの世界にいるさ超爪伸ばしてる人みたいなそこまでではないんですけどもしかも男性の方だったんですけれどもへえーうん、あじゃあこれはもうまたちょっと不潔な路線の爪の伸ばし方ってことですね <laughs> そう清潔感がね結構 いやだな、うん、まあしかも飲食業ってなったらよりじゃないですかいやもう本当にそうだと思いますうんマジでうんさあ時刻は5時31分になりました続いては子どもたちのコーナーですカフー日常保,保育園プレゼンツ,ゼンツ未来家内さあ未来家内のコーナーこのコーナーは社会福祉法人人福祉会日常保育園 花風三里保育園の提供でお送りします今週は沖縄市三里にあります花風三里保育の子どもたちを紹介していますが、えー、昨日からですね絵本の読み聞かせの時間を聞いてもらっておりますので今日も聞いていただきたいなと思いますお化けの素敵な魔法 よし、今日はこの字でいたずらしちゃえピンクチップとダッチ、三3匹のお化けがやってきたのは寂しがり屋のおばあさんのお家今日も一日ひとりぼっちだれも遊びに来てくれない泣き虫のおばあさんだねさあかしちゃえそれ<何> ごろ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 どん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 おばあさんはびっくりと思ったらまあまあまあかわいいおばけさんたちよく来てくれたねおいしいクッキーつくるかららないでおくれよ むしゃむしゃむしゃもぐもぐもぐこりゃおいしい本当だよこんなおいしいもの食べたことがないさあさあどんどん作るからどんどん食べてっておくれ優しいおばあさんじゃないか何かお礼がしたいねピンクチップダッチは考えた そうだ。ペロン。いまあ、これは一体どうしたこと?。洋服がオレンジ色に変わっていくよ。おばけのチップの魔法で、おばあさんの洋服が綺麗なドレスになります。お次は僕の番。ちゅ。じゃあ、キスされるなんて、何十年ぶりだろう。 おばけのピンクの魔法でおばあさんのパッペはピンク色ピカピカツヤツヤあれまあ私は一体どうしちゃったんだろう仕上げは僕に任せてよヒュンヒュンヒュン最後にダッチがお家の周りをぐるぐると回ったよ今度は何をするつもりだい 暗い色だったおばあさんのお家はダチと同じ黄色色になりました町の子供たちが遊びに行って毎日がお祭りみたたおばあさんは自慢のクッキーをいっぱい焼いて「あーお忙しいお忙しい」と言いながらもとても楽しそう「もうちっとも寂しくないよありがとうねピンクチップカッチあ ーはーいはいじゃあやつやつあさるのが上手だっった、えーえー、んんくちでは今日はっ <noise> と、絵本りますけど前みんながさ「滑り台みたい」って言ってたから。 すべて台持ってきました。はい。と今日はサッカー転んでも転んでも立ち上がって頑張ってくれた蓮寿くんに一つ絵本ン選んでもらいました。蓮寿くんが選んでくれたのはお腹のナポリタン。うん、まずはすべて台からでいいですか。いいです。よ。はい。すべてじゃあああやーまずバリーピッ。

次は。滑り台。変なの。変なの次は。はい。する。する。ベリ。ベリ。大。わあ<ー><や>。もっともっと。もっともっと。

沖縄市、花風三ミ保育の子どもたちへの絵本の読み聞かせの時間を聞いていただいております。はい。え明日もこの子供たちの読み聞かせの、魔本をね、紹介していきながら、明日もお送りしていきたいと思います。未来家内、このコーナーは、社会福祉法人人福祉会、道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。 ここまでニュース安倍総理大臣は、韓国のムン・ジェイン大統領と会談し、北朝鮮情勢について、国連安保理での新たな制裁決議の採択に向けて連携していくことを確認しました。 安倍総理はこれまでとは異次元の制裁を課すべきだとして日韓両国で中国、ロシアに働きかけていくことを確認しました。 惣菜店でのデリシャスで買ったポテトサラダを食べた客から O157 が相次いで検出された問題で休業していた店舗全店で今日から営業を再開しましたこの問題は先月埼玉県熊谷市や群馬県前橋市のデリシャスで買ったポテトサラダなどを食べた客20人から O157 が検出されたものでデリシャスは先月24日から17店舗全店で自主休業していました その後の立ち入り調査などで店舗の衛生状況の安全が確認されたとしてきょうに営業を再開しました。 子どもを中心に流行するオタフク風にかかり、一時的なものを含め難聴となった人が2年間で少なくとも336人に上ることがいつか日本自備咽喉科学会の調べで分かりました。これまでも難聴になる危険性を指摘されてきたが、全国調査で規模が明らかになるのは初めて。学会は生還すべきではないとして、現在接種率が低いワクチンの定期接種化を厚生労働省に要望する意向を示しました。 さあ、かわってスポーツの話題です。横綱、稀勢の里が左足首などの負傷で大相撲秋場所を休場することが7日分かりました。師匠のえ田子の浦親方が明らかにしました。また、各竜も右足の怪我のため秋場所を休場することになっています。 琉球のおかわりことを西部山川穂高内野手が7日、8月度パリーグ打者部門の月間 MVP を受賞。プロ4年目の山川は8月年俸5億円スケット メヒアを押しのけ5番として16試合、また腰の張りで中村が離脱後、4番として6試合など計27試合に出場。打率3割2分7厘をマークしたほか、ホームラン9本、打点28、64塁打、フォアボール20、長打率6割9分6厘、出塁率が4割5分1厘の6つの部門でリーグトップの成績を残し、チームの2位浮上に大きく貢献しました。 さあ、おしまいに天気の情報です。今日のこの後は南西の風やや強く晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴うでしょう。夕方以降降水確率は20%の見込みとなっています。さあ、現在出ている注意報ですが、沖縄県全域に雷注意報が出ています。さあ、そして明日9月の8日金曜日、南西の風やや強く、後西の風晴れ、夕方から曇り、 ところにより雷、波の高さ2メートルのち1.5メートル、明日は午前中午後ともに降水確率20%の見込みとなっています。朝の最低気温が28度、最高気温が33度まで上がっていきそうです。以上、ここまでニュース、天気の情報をお送りしました。 さあ西武の山川選手が6部門初受賞ということで8月の月間 MVP ってことですね。いやもうね、本当に最近、活躍してますよね西武のさ、俺、勝ち負けにかかわらず山川選手の出場成績だけ見るんです、いつも。それを気にするぐらい、う今日も打ってるんじゃないか、今日もホームランじゃないかとかさ。 打点稼いだんじゃないかといろんなのやっぱ気になるぐらい活躍のイメージありますよね。うん、ねえ。あの、青野軍団さんも西武の山川、俺のゲームでも大活躍中よ。<laughs> ゲームゲームの中でも。なるほど。ですね。いや、あの、一時期はね、その中村選手のフォームとかタイミングの取り方を真似ていた時期もあったらしいですけども、まあでも自分のタイミングでっていうね、うん、打ち方で。 高額に打ってますからね。これからもまた楽しみですね。あの本当に沖縄出身のホームランバッターって石峰和彦さん以来なんじゃないかなと思ってますけどね。はい。いや、これからねまたパ・リーグのクライマックスシリーズ争いじゃないですけれども、その西武がね、ここも今調子いいですからね、一応ね。 まあ山川選手の,この活躍がさらに起爆剤になるでしょうね。本当、ね、どんどん貢献していってほしいですね。うん,うん。嬉しいですね。ねさあ、ベルプラマスクさんから、えー、カオリーさんの名前を聞いて思い出した。うん、やけどにはビタミン C。翼移人が大事。皮膚に痛みがなければビタミン C 入りのパック。翼、え、移、ー、人は飲み薬。ハトムギに含まれる成分で、 肌の回転を良くしますよということで、あのー、ワオのカオリーさんが、はい。お仕事で、やけどしましたよという話がありましたけれども、うん、まあ、それを受けてのね、えー、コメントということですね。へえ、やけどにはビタミン C の欲異認が大事。うん。うん。聞いたことありますけれども、はい。でも、こうやって、やけどに、ね、効、うん、くっていうのはね、ねわ<ー>からなかったですね。はい、ありがたいです。さあ、こちら、ラジオネーム、世田谷のコーラゼルさん。 モーリーさん、ヤラさん、アジクーターなリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。私事ですが、仕事のモチベーションを維持するなら、適度な沖縄、沖縄分が大事、うんえー。普通の人の土日で沖縄にプラッと行く感じです。私も結構来ている方だと思いますが、うん、上には上がいますので、知ってるだけで二人もいます。来週また行くんですが、小座は微妙です。 では最後まで縛ってくださいねということで、えー、東京から週末にあの本当にもう皆さんの土日の感覚で、えー、沖縄にプラッと行くことがあるといやそれは嬉しいですよね、うん、だからモチベーション維持するためのというか沖縄に来ていただいてあ<ー>あのいろんな、ね、リフレッシュされてからってことなんですよねはいはい,はい,はい、はい、それぐらい沖縄来てるんだすごいよね 年間どれぐらい来るんか10回は来てるのかなもっとかな多分すごくない土日で沖縄にプラッと行く感じっていやなかなかできないですよそうそうそうよねそうですね、うん、1>, 1回あの来ていただきましたね。 そうそうそう,そう,うまあでも今回はこの,あのプランで沖縄に行くとか決まってるんでしょうねきっとねああなるほどね、うん、まあぜひね、はい、あのコザのプランもね立てていただいて、はいうん、小座にも泊まっていただきたいなと思いますけどもそうですね、うん、いろいろこう巡っていただきたいなと思いますね、はい、さあ時間も時間で、えー、なくなってまいりましたがじゃあ次のコーナーいきましょうかはいじゃあタイトルコールお願いします。やらいち はい、はいえー。ミライア書店イオンライカム店のですね、様々なジャンルの本のランキングを紹介するコーナーです、えー。今日はですね、先月21日から27日までの1週間のミライア書店ライカム店の文庫のランキングをお伝えいたします。えー、まずは10位から6位です。えー、10位はですね、早見和正さんのイノセントデイズ。10位はイノセントデイズ。9位は伊坂幸太郎さん、重力ピエロ。 9位は伊坂幸太郎さんで重力ピエロそして8位は時代小説高田薫さんの「秋内聖伝金と銀」8位は「秋内聖伝金と銀」そして7位は東野圭吾さんねモーリーさんもなんかお好きっておっしゃってましたけども、うん、えその長編小説「浪江雑貨店の奇跡」って知ってます いや、初めて来ました。はい。あの、東の作品史上最も泣けると言われている、<ー>感動ミステリーの待望の文庫家です。文庫本になってるとね、<う>あの、ハードカバーよりも結構読みやすいという方も多いんじゃないですか。うんうん。ね、あの、バッグの中とかにも、ちょっと小さくなってるから、持ち運びデザインがシンプルですよね。そう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 。はいえ。そして6位は、星の王子様。こちらずっとランクインしていますね。6位は、星の王子様え。そして続いては、5位から1位です。え5位は、佐野哲也さんの、 君は月夜に光り輝く。5位は、君は月夜に光り輝く。第23回電撃小説大賞を受賞作でございます。読む人すべての心を締め付け、4878作品の頂点に輝いた最高のラブストーリーとなっています。そして4位は、吉田圭一さんのこの問題解けますか ?4 位は、この問題解けますか ひらめきだったり、論理、数字、頭をフル回転させて、古今東西の傑作パズルに挑戦。一問得ごとに、脳が目覚める快感を得られるということです。そしてですね、3位は、浅見穂ほほこさんの、あなたの願いが次々叶う、宇宙からのサイン。3位は、あなたの願いが次々叶う、宇宙からのサイン。どんなことにも偶然はない、あなたに起こること、ふと感じたことは、 夢や望みを実現させる大切なメッセージというものですね。えー、そしてですね、2位は、井岡春さんの代償。2位は、井岡春さん、代償です。うん。え、そしてですね、1位何だと思いますか文庫です。文庫本。1位 1> うん。い語彙力を上げよう。あそれね、ビジネス書かな <laughs> はい。 1>, あの1位はですねもうずっとこれ入ってるんですけれどもさんのの君を食べたあなるほどこれは本当根強くて映画化もねされていますけれども、うん、これが待望の文庫本化されてるので、うんはい、それを手に取ってみるのもいいかもしれませんがえ偶然僕が拾った一冊の文庫本、うん、それはクラスメートである 山内さくらがつづった秘密の日記帳だった<ー>ということで、うん、このねお二人のストーリーがこれから始まるわけですよ。映画の予告編とかでねうんうん流れてますけれどもねなんか切なさそうな感じですごい究極のラブストーリーっていう感じもするしなんかぜひ見たいなと思いますよね。うんうん タイトルがもう目を引きますからねそう、ま、そうインパクトありますからね、うん、君の膵臓を食べたいが一位でした文庫本ランキングを今週はお伝えいたしました来週もお楽しみにさあ ラスト2分ですけれども、今日のオープニングで話をしました。まあ今日はね、沖縄市平和の日ということで、はいえー、平和への願いを込めて作った折り鶴を一つにつなげてギネス世界記録を目指すということで、うんえー、催しが開かれました。うんえー、この9.7、まあ、9月7日にちなんでということで、はい、9.7キロが記録として認定されましたということですね。折り鶴を作った40代の女性は、 世界が平和であってほしいと願いながら降りました。世界一を達成できてよかったですと話していたそうです。うん、また、桑谷市長は、 鶴を折ることで市民一人一人が平和について改めて考えたと思う。うん、世界記録の達成はこの日を意識するきっかけになると思うと話していたということですね。うんえー、今日の NHK 沖縄ニュースウェブの中から紹介いたしました。この長さの分だけね、うん、この一つ一つの鶴への皆さんの思いがやはり、うん、あの詰まってますからね。はい、もうやはり平和が一番も大事ってことじゃないですか。今日のテーマに絡めて言うと。 今日のテーマなんでしたっけ、まるはまるが大事なる,ほどなるほど、なるほど、だい平和が大事ってことです、ね。もう、その世界はというか、うん、う大きくくくって平和が大事ですよ。明日多分ね、うん、あの琉球新報タイムズさん、それぞれ多分。バーンとこうね、はい、大きなこうギネス認定とかって見出し出ると思いますけれども。この後のね、いろんな各局のですね、うん、えっとニュースの方でもやると思いますが、そちらにも注目したいと思います。アジクーターラジオ、この放送は、社会福祉法人人福祉会道代保育園。 花風三みさと保育園の提供でお送りしました。お相手は DJ モーリーとやらあゆみでした。